おはようございます。2018年5月13日、最後の朝ごはん、古民家風の家です。今日の朝ごはんもいつもの定番です。じゃん、これ噂の、しょっぽろ納豆って言うんですね。正式名称はそぼろ納豆って言ってる、あれ大根が入っているめちゃめちゃ美味しいやつと、なんと今日は大根サラダ、ごまドレッシング、はい、でいつものごくごくご飯と、今日はキャベツの芯とかも思いっきり入ってるけど、キャベツのお味噌汁と牛乳とお茶っていう感じです。いつもこんな感じのシンプルな定番の朝ごはんでも、これで力をつけて今日も頑張るぞっていうことで、古民家風の家、また文言でした。皆さんも頑張りましょうね。